い、皆さんこんにちは。グローカルのマサです。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日も始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、国際協力の中でも日本とエチオピアをつなぐお仕事をされていらっしゃるアベベさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあアベベさん、早速なんですけれども自己紹介していただいてもよろしいですか。アベベ・サルセラシと申します。1996年来日しました、留学生として日本で1年間勉強して、それから仕事始まってずっとそれから日本にいます。なるほど。今は何か NPO 法人されてらっしゃるんですか。そうですね、特定非営利活動法人アデイアベバエチオピア協会という NPO 法人理事として勤めておりますありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとじゃあいろいろ聞いていきたいなと思ったんですけど、そもそもアベベさんは1996年に日本に来られたんですよね。そうです。実際それまではずっとエチオピアにいらっしゃって、エチオピアで学校を行かれてたってことなんですかね。そうですね、エチオピアではアディサバ国立大学、そこに入って化け学、それ化け学すごいなエチオピアの人から化け学って聞くの初めてですそれ勉強して、はい、それから NGO で勤めて仕事を働いて、それからリーダーシップ勉強しましょうと思って日本に来ました。そうなんですね、はい、じゃあ日本に来る前は大学卒業して、そこから NPO で働いて、その後来たんですね。そうです。なるほど。実際日本に来ようと思ったきっかけって何かあったんですか。日本はジャパニーズマネジメントという流行った時代だったので、ジャパニーズマネジメント、マネジメント、そうそうそう、80年代の時すごい日本の経済が上がったので、日本に行ったらそういうリーダーシップコースを勉強するかな、そういうと思って、もちろんそういう応募した。でも別にアメリカでノースカロライナ大学、そこにも申し込みしたんですよ。申請したんですよ。申請して、でも早めに日本のできたので、直接日本に来て、日本勉強中とそのノルスカの大学も経営はそう来てたんですけど。あ、そうなんですね。もう腰始まったからなるほど。じゃあエチオピアに行った時にアメリカと日本2つとも申請したと、はい、で日本の方が先に合格通知が来たから、そうです、はい、日本に行ったと。じゃあ実際それで日本に来ます。日本で留学みたいな形なんですか。そうですね、留学生、留学生なんです。留学生なんですけど、そういう国で大学卒業して仕事して、コミュニティリーダーとか、その NGOなんかそういう政府の仕事でも働いている人たち、もっとこっち勉強して指導するように教える専門的な学校なんです。あ、じゃあそういう専門学校みたいなところに行ったってことですね、はいはい、それはエチオピアから学生ビザみたいな形で。そうです、学生ビザで入って1年勉強して、はい、卒業してからはどうしたんですか。卒業してそれからこっち仕事あったのでずっとこっち。あ、そうなんですね、うん、実際日本語ってどうやって学んだんですか。その学校は英語だけなので、ね、英語で勉強したんですけど、はい、一番問題になったのは日本語わからなくてですよね。英語日本であんま通じないですもんね。そうですね、その学校卒業終わって、はい、まずは茨城にある魚会社、そこに入ったんですけど、はい、そこの会社2週間だけぐらいなんですけどそこに入って、はい、大体肉体労働だったので、うん、魚カットして中身取って洗って梱包して、はい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 、そういう出せる仕事だったので、うん、学生ビザだったのでそのパスポート、それで社長の奥さん来て英語わかるので、その社長の奥さん、そうなんです、ね、うん、ちょっとパソコンとかやることわかりますかとか言って、その時パソコンまだ96年だからまだまだ今みたいじゃないですか、ね、そう95年の版だったんで、その95年版 Windows だった Windows95 そうです、はい、私も学校でも仕事場でもよく使ったので、はい、できまして、そこみたい難しい仕事じゃないんですけど、簡単な仕事、賞味期限と価格、そういう機会あります、はいはいはい、そこに教えますのでそこにやってくださいって、そこから事務所入ったんですよ、すぐ。あ、そうなんですね。それでランチ食べるとき食堂ありまして、その食堂、はいはい、みんなお弁当帰ってきてそこにみんな喋りながら食べるところだったので、私は日本語わからないので、あるそこに働いているナイジェリアの方なんです。そのナイジェリアの方はちょっと前から来てた方なんです、それで日本語もペラペラ喋るので、はいはいはい、英語もわかるから、その人と座って喋るところ喋りながら食べるところ、あるおばちゃん、同じテーブル、ナイジェリアの人と日本語で喋ってる、はいはいはい、でもちょっと私はそういう喋り方法、ちょっとこれ私のことじゃないのと思って、何言ってるの言ったんですよ、そのナイジェリアの母さん、日本語わからないでどうして事務所まで行ったのって
あ、そうですか、日本語わからないと何もわからないという、うん、私はちょっとびっくりして、うん、その日直接仕事終わったら本屋で行って本買ったんですよ。日本語の、日本語漢字の何勉強するもわからないで漢字の本買って、はい、毎日そうそうそう勉強したい、うん、1年間360できたらいいじゃないのと思って始まったんですよ、はい、それでだいたい500勉強して、食べながら電車乗っても、はい、でももちろんあの仕事は2週間の後を辞めて東京別の仕事あって来たんですよ、うんうんうん、そうなんです、ね、でもそのおばあちゃんのおかげで、その時ちょっと私心痛かったんですけどでもその人のおかげでそれから続けて勉強してたんですよね。あ、そうなんですね。それから日本語も始まって、うん、興味もできてたということです。なるほど。で、会話ってどうやって？そうですね、あのそこな問題、電車入っても何書いてる分かって、うん、いろんなところを書いて読んで分かるんですけど、うんうん、話は難しくて。そうでしょう、確かに。それで一回北千住なんですけど、うん、ルトルというコーヒーショップ、ルトル、はいはいはい、そのコーヒーショップ飲みながら漢字練習してるところ、横にまたもう一人おばあちゃん座って何してるの？言ったら漢字勉強してる、うん、学生ですか？あ、学生じゃない、うんうん、え、なんで学校行かないの？まあ、え、学校は仕事ですからできない、うんうんうん、あ、違う、あのボランティア学校行った方がいいじゃないの、うん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 、ボランティア学校あるの？はい、あります、行きたいんですけど分からない、じゃあ私教えますよ。え、すごい優しい。水曜日6時から9時までありますので、うんうん、水曜日こっち会いましょう、6時会いましょう、うん、その日本語学校はそのおばちゃんの住んでる建物の1階そうなんだ。そこに紹介して、それから会話だけやって、すごいあの親しくなって、その先生たちも、それから外国に来る時通訳者だったりとかそういう、あの今 ずっとその人たちもつながっております。へー、そうなんですね。日本語そこで結構勉強できました？会話、うんうんうん、できました。あ、そうなんですね、うん、じゃあ日本に来て何年ぐらい経ったら日本語不自由なく喋れたり書けるようになりました？多分10年ぐらい。やっぱ10年ぐらいかかるんですね、うんうん、10年ぐらいかかる、独学ですから、はいはい、まあ、そうですよね、確かに本買って読んで、うん、漢字書いて学校行ったらもちろんすぐできると思うんですけど、独、うん、学ですから10年ぐらいよくできると思います、うん、なるほど、ありがとうございます。ちょっともう一個聞きしたいんですけど、日本に1996年に初めて来るじゃないですか、はい、日本ってどういうイメージでした？一つ会社によって、うん、トヨタとか、あ、はいはい、車、ソニーとか、うん、メイドインジャパンというものを、うんうんうん、まあ、日本はすごい技術優れている国という一つこと、うんうんうん、二つ目は絵がたまに見ると着物着ている女の人、刀とか、あ、侍みたいな、侍みたいな人たち、そういう見るじゃないですか、はいはい、そういう思いある。なるほど。でも成田着くとき私と思ったら、もちろん刀してるちょんまげとか見てる大人見たんですけど、見たら全然違う、いろんな人も同じ普通のね、全然違う女の子たちも全然違う、はい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 、着物もなしでゲーターとかない、え、なんで違う子になるのこれ日本じゃないんじゃない？メディアで見ると、あの実際見ると全然違います。確かに確かに、うん、そう、日本は会社と映画の外交なんです、うん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 、政治家より影響ある、それ。そうですよねトヨタとソニーは名前わかるしみたいな、そう、あの政治家と政治家でなんかしたりもちろんするんですけど、はい、あんまり一般の人々のところ、うん、そういう印象おりないので、うん、そうですよね、あの会社と、うん、メイドインジャパンのものと、うん、映画とか、うん、そういうは一般の人もわかるので、日本という国もわかります、うん、確かにそういうイメージありますね。そうです。今ネットもなんだろう、その IT もっと分かりやすいと思います。そうですよね。今現在来てる若者たちは、うん、多分日本の私よりもっと分かってる。まあですよね。多分ね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの動画ではアベベさんが日本になんで来たかみたいなところと、あと日本に来た印象みたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画ではアベベさんのエチオピアについてちょっとお聞きしたいなって思ってるんで、はい、そこの部分をお話しいただこうと思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。